たいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、そしたらまずわー、そうわーで右手を遠くにで、顔をちょっと反らします。まあメインの人は顔前でいいんですけど、それ以外の人は顔を横に反らします。わーで5、6、7、8で人差し指と人差し指と中指の間から目を覗かせます。5、6、7、8でこの時顔前で1で髪の毛をバサッ右にやります。はい、これ髪の毛長い人でも短い人でも結構髪の毛バンってなるようにバサッてやります。でこの時に手が腰で、ここ一番の隠しポイントがダウンです。わー、5、6、7、8、1でちょっとダウンします。でそう、そうすると次の腰がやりやすいです。で1、2、3、4、そう腰を3回左右左やります。でこの時にポイントが腰がこうズン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 とちょっと膝を使いながら腰を動かします。でこの時にちょっとこう胸も腰と反対方向にこう動かすと、なんかニョーニョーニョーみたいな感じになって、あのちょっと本家っぽく近づく気がするのでやってみてください。はい、じゃあやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。はい、そしたら5で今度は耳をかけながら髪の毛っていうか顔を横に左に倒します。ワンツーで、この時もちょっとこうバサッて髪の毛をやります。バサッて、はい、で1、2、3、4、5で、この時にこの時もダウン、ちょっとダウンで、今度は右左右、そしたら腰の動きはそのまんまで手が後ろから前に持ってきてこういう形にします。お嬢様ポーズします。はい、で腰はずっと続けています。5からいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6まで、で7、8で移動します。7、8。はい、まあ、今はその場でやってるんですけど、はい、じゃあここからやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8です。今のを2回繰り返します。皆さんここまで大丈夫でしたか？はい、まだ大丈夫そうじゃない方は巻き戻してもう一回見てみてください。はい、それでは、スピードアップして最初から最後まで行ってみましょう。Let's go! いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8です。以上です。そしたら次はサビパート2です。頑張ってください。はい、それではサビパート1が終わったということでサビパート2に行きたいと思います。はい、はい、これは足の動きになるので皆さん足の動きと足と手が一緒に動くので頑張ってついてきてください。いきます。移動してきたらまず足を右足上げます、はい、まず足だけからいくね。足が右足上げて下ろす。でその時に右足上げて下ろす時に左足も後ろに下ろします。そうだからこの上げた足、ここの左足のが中心に来るように下ろす。こういうことわかるかな。はい、これが普通にこのまま前に下ろすっていうよりかは
両足を使って広げます。で今度また左足を上げるときに右足を真ん中に持ってくる、はい、で今度はまたそれが同じ、ズンカ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 っていうのをやります。はい、だからこれがズンカズンカってなるとこうだんだんこうなっていっちゃったら絶対後ろに足を出すのと前に足を出すのを頭に入れてください。これが1,2,3,4,5 って感じです、はい、でこれが右足から入ります。まず右足から上げて1,2,3,4,1,2,3,4 です。右足から始まります。で3回やったら3回目からシャッフルシャッフルシャッフル、あ、これなしね、これなしにして3回足やったら次は違う動きになるんですけど、まず3回やります。で右足上げたら手もつくんだけど、手が1,2,3、はい、ちょっとこれだけ早めにやっていきましょう。せーの、はい、1,2,3やったらワキワキします。ワキワキ定番のワキワキ、いいと思う。そう、ワキワキします。それが1,2,3ワキワキワキ3回やります。でこの時にまた難しいんですけど、足が内側に1回入れます。そしたら外側に入れる、まあこういうやつなんだけど、これを使います。インアウト、インアウト、インアウト、インアウトっていうのを使うんですけど、これが1,2,3やったら円で足を内側に持ちします。で外側に下ろす、下ろすときは前に下ろします。はい、そしたらまた左足上げてインアウトで、イン横、はい、もう一回いくとゆっくりいくとここから、せーの、ワン、ツー、スリー、エン、フォー、エン、ファイブ、シックス、はい、まあ、手と一緒にやっちゃったんですけど、手はもうワキワキ、ずっとワキワキで、足はイン、アウト、イン、アウト、イン、アウト、はい、で、3回目は横に出します。そのままこの後は横に向く振りがあるので、3回目は前じゃなくて横です。はい、もう一回いきましょう。ファイ、シックス、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、5、6やったらこの左足をこっちに持ってきながらトーン、2回で左向きました。左向いたらまたさっきと同じ足をインアウト、インアウトを2回やります。インアウト、インアウト、そしたら左足をまた出してドーンと、はい、最初は3回やったら3回やって2回、はい、足の動きが1,2,3 です、はい、大丈夫でしょうかちょっとだけ早めにいきますね。ハイブシック、せーの、1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2、はい、まあ、足の動きは2種類しかやってないから、数を頭の中に入れちゃえば大丈夫。3回やって3回やって2回やって2回やって2回やるっていうのを覚えてください。そしたら次進みます。簡単。そしたら正面向きました。そしたら右手を上げて4回回します。1,2,3,4、でこの時に足も膝も曲げるんですけど、1回目ジャンプして2回目下がる、ジャンプ下がる、はい、ズンカズンカです。4回やります。じゃあ一番最初からいってみましょう。ここからよ、5,6、せーの、1,2,3 1,2,3 1,2 1,2 1,2 ジャンプした、ジャンプした、ここまで大丈夫そう
はまたさっきの足が同じなんだけど、そこに手がつきます。じゃあまず手からいくと1、2で手を動かします。1、2、3、4、5、6、7、8、下横クロス、はい、ちょっと早めにいきますよ。5、6、せーの、腕横クロス、下ツンカドンとツンツンカカ、はい。でここにさっきの足を入れます。で足は右からゆっくりいくよ。せーの、バウンツ、スリーフォーエン、ファイブシックセブンエン、下下横クロス、はい。大丈夫そうですか？足はずっとこれなんだけど、手が横かクロスか下か回すか、こうやってってかこうやってって下かみたいな感じだから、手を覚えちゃえば大丈夫です。はい、じゃあちょっと早めにいきます。2回目の方からいくよ。5、6、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、下下横クロス、やったらさっきと同じズン下移動です。はい、じゃあこれが1回やってスライドでサビのパートは終わりなので、私のパート2の頭からやってみましょう。ちょっとゆっくりね。じゃあパート2のところをテンポでいきたいと思います。ここからいきます。皆さんどうでしたか？上手に踊れましたか？はい、結構モモランドはあの腰の使い方とかがね、結構難しい振りなので難しい振りなので難しいです、はい、ぜひ皆さんも頑張ってください。はい、はい、以上チェゴでした。バイバイ。